こんばんばはは火曜の夜マンンチチャャーヒンチャーでございます、えー、第何回か言うのやめたんですけれども言おうかね言っときましょうかねえっ、ー、と今日は12月の、えー、6日第160回ということでございますえー、ちょっと先ほどツイッターでつぶやいたのでありますが多分 番組史上最も取り留めもない、えー、番組になるんではないかというふうに思っております。というのもネタはあ最初の方の,あの朝のくらいにまあまあ、まあ、まあこれかなみたいなことを準備をしていたのでありますが比較的ちょっとね時代的に重い話 かなちょっとややこしい話をというふうに思ってたんですけども、えー、お客さんが来てですね何、えー、て言うんですかね、えー、いかにして生き,るべき生きるべきかみたいな話をですね <laughs>、えー、しておりましたらばその話に疲れちゃってねすっかり疲れました本当は軽い話をしたいんですけれどもその準備が間に合わないので <laughs> とりあえずそこに、えー、ザックいっぱい本を 積み重ねておりますが、何からどういうふうに話をしようかというふうに思っているわけであります。まああの一応ご報告をしておきたいというふうに思いますが、検査の結果が出ました。えー、まああのまあ要するに早い話が余命、えーえー、半年ということであります。えー、まあまあ。 どういうことになりますんか分かりませんがあー病気の話はもうこれ以上一切しないようにしようかなというふうに思っておる次第でございますどういうふうにするのか抗がん剤するのかしないのかも含めながら、まあ、食堂というのがどうも厄介なんですけどね、えー、食堂が閉じてしまうと、まあ、これは一貫の終わりなんで そのここまで閉じないまでどうするかという話で、ああいやべきの話しないと言いながら喋ってるね。というわけで、まあ考えながらやっていこうというふうに思っています。ただ、いずれにしてもどういうことをするにしても入院はなさそうなので <laughs>、えー、えまあ切れないので、ということで、ええー、とですね、まああの、いろいろあるんですけれども、えー、12月の おイベントをお前からあ計画をしておりまして十二、えー、月の二十三から二十五日まで、えー、スタジオフォトワンというのがえーえー、っとあそこはなんつうの、えー、電力研究所の通りとあの通りはなんだよくわかんないんだな、えー、市役所のから行って、えー、なんつうの狛江駅から市役所の方に曲がると左に曲がって次の十字路を右に曲がると。 の方の月あたりの手前あたりの右側、右側というちょっと入ってくるんですけど、そこの古いフォトスタジオがありますが、そこで、ちょっと語り続ける旅人たちという講演をやろうかというふうに思っております。入場料3000円、前売り2800円でございます。ぜひ、えー、命がけの講演を見に来ていただければというふうに思います。 えちょっと23、4、5、24日は、ちょっと、あの、出演者が違うし、プログラムどうするか、ちょっと分かんないんですけども、24日はクリスマスイブなので、サンタが狛江にやってきた、などという軽いな名前にしてますが、多分内容は分かりません。ちんどん屋さんが出てまいります。ちんどん屋さん何してくれるのかなってなことでございまして、そして 23, 24はですね、14時と19時、2回公演を予定をしております。23日は19時、金曜日。 から25日の日曜日は14時これは別プログラムというか、えー、これがメインのプログラムつもりでありました、えー、熊本吉生さんこれなんて読むの退祭の亀何これなんていうの知らないまあいいや <laughs> これ何なんだろう読めないひどいねちゃんときちんと、えー、勉強をしていない証拠でありますが のえー、福岡県出身1988年1月から1993年3月までテレビ東京の月曜から金曜の生,生番組「レディース・フォー」ああったね,そううのね初代男性サブキャスターとしてスタジオ出演や生ナレーションのほか食レポ含め街頭インタビューなど特刊取材多数その後ブラジルで映画やテレビドラマに出演、えー、帰国後チンドン屋家業にも ええと、いや、あの、一飲や家業にもいそしむ。舞台役者であります。ということであります。ね、うんえっ、ー、と、タイトルは、大祭あのこと大晦日のこと大祭でいいんですか読み方は。ん大年。はあ、大祭えっ、ー、と大きなあ祭日の祭、祭日じゃないな、なんつうの。あの、歳末助け合いの祭ですね。えー、で、えっ、ー、と、 大年の亀亀って言うんでですすねねかなそういうのを、えー、多分、えー、熊本県主博多弁でやっ,てやっていただけるんだろうというふうに思っております。それから23と25日だけの出演になりますが「アボジの残御録」ザンゲロ君「日本語在日方言の試み」というわけでありましてもう聞くだけで。 思う方もいらっしゃるかもしれませんが、何話の歌う巨人、パギアンの異名を取る歌手、えー、役者、作家、最近のはあ絵本、グーチョキパーの歌とかですね、から一人芝居、水滴、原作、メドルマ、シュム、えー、創作労力、労局、医師、中村哲、みたいなね、えー、ようなことをおやりでございます。今はちょうど、良山博、新宿の良山博、劇団良山博、出てるのかな 少しでもそこで、えー、作家として萩谷、えー、がやっている舞台をやられていると思います、えー、それからちんどん屋先にいきましょうかちんどん屋さんの主催、えーえー、とね島崎康さん、えー、ユーステージというちんどん屋さんでございます「ちんどん菊の屋親方、えー」という東京都ヘブンアーティストヘブンアーティストというような、えー。 えー、あの、映画、映画、映画とかああの、映画も出ていらっしゃいます。いい役者さんでございます。えー、とお、映画大学で先生もやられていらっしゃったというふうに思いますが、え、え、イギリス4カ国を草の根でどういうことかしいね。え、4カ国って何よくなんか間違ってないね。え、え、4カ国。これ変じゃん。まあいいや。 さのねで五ヶ月間公演したのを皮切りに、世界各国。ええ、百都市以上を巡業、まあ、ちんどん屋さんで巡業したんですね。各国の新聞やテレビなどに取り上げられ、絶賛される。外務省、在外交館省、交換庁省を受賞された。こう、由緒正しきちんどん屋でございます。えー、と、富山のちんどん大会。こん、なんだろうね、あれ、コンクール。かかんで,すかで、あの、一位も取られたことは。 あるはずでありますでもまあ本人たちは、えー、万年2位がいいんだ1位なんか我々はこがましいというふうにおっしゃっているわけでありますこれ多分ともちゃんあのー、私の仕事仲間というか役者さんではありますが照明の仕事もやってたり一緒にさんのことやってたともちゃんがきっと多分一緒にやるんじゃないかなで岸瀬さんはこの仲間でありますがその3人で何かをやって ださるといいううふうに思いますそれから吉瀬さんのお弟子さんで、えー、山里達役、えーまあ、ご自分で書いたプロフィールはまだ何者でもない沖縄人某所で熊本あ,あるところで熊本吉瀬さん死に拾われて現在にいた石垣島生まれでありますこの前彼のことはちょっと先々週ぐらいかな、えー、ご紹介いたしました、えー、おじいさんは大変な人です、えー 四垣島、トバラーマ大会を挑む優勝者ということで、これも本当に、あの、すごい、すごい、すごい人です。あんまり言わないんじゃないかな。おばあちゃんは <laughs>、さらっと言いました。<laughs> さらっと、姫めゆりの池の、ひめゆりあの、学徒隊の生き残りです。みたいな。<laughs> さらっと言うなよ。みたいな話でありました。彼と、ちょっと僕が彼と一緒に、ちょっとやろうか、というふうに思っています。えー、あそうそう。で、それは、<laughs> えー、近所を実るというう沖縄の戦う彫刻家、えー、のお書きになった小説ですね彫刻,な彫刻家なんですけれども自分の小説の写真とともに「神々の笑い」という小説を書きになりました、えー、これに、まあ、題材を取ってというかなこれをどういうふうに料理するのかまだまだこれから考えなきゃいけないんですけど、えー、どういうことになりますかちょっとおまあどんなものにするかなというふうに思って でおります、えー、そうだね闘牛場誰もいない闘牛場で一人、えー、沖縄のジジイが三振を引いて歌っているところにふっと石垣出身の一人の若者が入ってきて、えー、この小説をふっと読み出すというような出だしにしようかなというふうに思っているわけであります。どんな出だしかととというとちょっとやね この第三章だけを読むことになっているんですけれども、えー、っと、第三章どこえー、っと、何にも手伝ってくれない人が来りますけれども、えー、第三章ね、あ、第三章。第三章、地と砂という第三章を題材にしようかなというふうに思っておりますが、サクッと読みますね。小座十字路から三里に向かって坂になっているアスファルト道路を登っていくと。 嘉手納名古屋へ走るバス路線と合流する千葉花十字路の手前にカフェンジャー川が流れているその橋のそばに松本闘牛場はあった外からは琉球松とアメリカ松の共生する茂みの中に女性の乳房のような緩やかな膨らみをかすかにさらしているのが見えるそれが闘牛場なのだ 内部に入ると中心は逆さに鍋の底のようになっている。その深みで牛と牛が向き合うのだ。周囲は見るからに危なっかしく脆い柵が張り巡らされている。というような出だしであります。これを彼がまずうまく読んでくれるかどうかということになります。 彼は、どちらかというと、声優さん志望でありまして、うまく読むということをやろうとするのであります。つまり彼が、ちょっとやって、やっていいかな。小田十字郎から三里に向かって坂になっているアスファルト道路を登っていくと、石川、嘉手な、名古屋へ走るバス路線と合流する千原十字郎の手前に、カフェンジャー川が流れている。みたいなこと。こんな感じで、もっ,もっともっともっと、もっと若々しく、なんていうんですかね、えー、読むわけでありますから。ナレーションのよう で僕が彼に言ったのはあの「君が消えてしまってはダメなのだ」あなたが読むあなた自身があなたという人間がそこにいてそれがこの「金城稔の神々の笑い」という小説を読むそこに、えー、あなたとこの小説との関係性が見えてきてくれなければ困るんだよみたいな話を、えー、彼に言ったわけであります。えー、彼の師匠さん、えー、熊本岸さん、ん熊本も、 ものすごく練習しなきゃダメだね。というようなことで、今、二人できっと多分練習してくれているんだというふうに思います。本当は僕がやらなきゃいけないんですけれども、まあ、岸田さんが僕にちょっと、あの、いいよ。あの、いろいろやることがあるだろうから、僕は全部、彼の分は、あの、なんとかするから。というようなことで、僕はほとんど練習しないでぶっつけ本番でやろうかというふうに、シチュエーションだけ決めて、え、何かやってみようかというふうに思っております。 ちょっとまあ分かんないなその時の僕がどういう状況なのか分かんないんですがまあ危機迫るものになるのかならないのかでもならせなければいけないというふうに思っていますぜひ前売りも、えー、売り始めているんですね、えー、お買い求めいただければというふうに思いますどちらかというとお今は23の本がいっぱいなのかな 25の方を一つよろしくお願いいたしますということでまあまあまあ24ももちろん24も十四はまた違う出し物でそれもまた面白いんじゃないかなというふうに思っています僕はですねちょっと一度やっとかなきゃというふうに思っていたあ講談の修羅場でありますがそれをきちんとあちょっとご披露しようかなそれとおまあ琉球舞踊の古典、まあの 女踊りの最高峰みたいなものを部活さんに踊ってもらって僕が三振を弾いてみようかなというようなことを思っています。えー、ただ、ね、いろいろ考えてたんでね誰々が出てきたら面白いなとかっていうう考えてたんですがまあでもそれでいいんじゃないかなというふうに思っています。えー、ぜひ、えー、それまでに声が出なくなっていないことを祈るわけでありますが、うん、ぜひ見に来ていただきたいと。 いうふうに思うわけでございます。で、<laughs> 実はね、えっ、ー、と、ちょっと、あのね、本当はこれに、出てもらいたいなと思ってた方が、ちょっと考えていた方がいるんですが、まあ、結局、まああの、あの、俺、ご連絡しなかったんですけれども、それは、うん、まあ知る人と知る、です。ええー、なんだっけ、えー、何あかねさんだっけ、えー、あ,あ、そうだ、牧瀬あかねさん というストリッパーですえー、彼女は辺野古に行って、えー、スタンディングをしたりとかですねそれからいろんな方とコラボしてあのー、坂田さんサックスの坂田さんねジャズのねまあ昔の人はよく知ってるかもしれない 11pm とかよく出てましたカーレーのサックスで、えー、踊ったりとか。 また、いろんなことを、そのいろんな方々とコラボレーションをしているわけであります。多分、パギアンなんかとも一緒にやられたことがあるんじゃないかというふうに思いますが、で、彼女がジュゴンの化身の人魚になって踊るみたいなことが、ちょっとあちこちこでやっていた。それを僕の三振で踊ってもらいた,踊ってもらい,たいというふうに、ちょっとずっと思っていて、一度、あのー、 えー、小前のね、えー、泉の森会館で彼女が来たことがありましてですね、そこに見に行って、えー、で、彼女にちょっとお話をしたことがありました。えー、多分、泉の森会館は千流寺さんの持ち物でありますが、まさかそこでストリップをやっているなんていうのは、東堂さんはこれっぽっちも思っていなかっただろうと思いますけれども、えー、まあでも、その、彼女堂々と職業はと聞かれて、ストリッパーですという、本当に素敵な女性であります。で、 僕はちょっとその、まあ、病院からあなたの病状はこうですよっていうふうに言われて帰ってきて少しやっぱり、まあさすがにちょっと疲れて帰ってきた、あ事務所に戻ってきた時に一人の女性がですね、えー、っとじっと一生懸命、えー、資料館の資料の展示をこうやって読んでくださっている方がいらっしゃいました。小柄な方で。まああんまり気にもせず、僕はちょっと疲れたので、えー、っと、暗幕の奥にあるソファーに横たわってちょっと少し 昼寝と言いいまますかし、ね、していました、えーまあ、ちょっと帰りますよみたいなそんな雰囲気がありまして、えー、まあなんか写真集も買ってくれてみたいなことで、まあ、お帰りになってで、まあ、ちょっとまあちょっとガサガサ起き出して、えー、あの入り口に来てくださったあ方に名前を書いてもらうノートが置いてあるんでちらっと見ましたら、ね、そこにマキセ「薪瀬あかね」という小さな字で書いてあるたえっ?」って言ったら部さんが「 え、いや、なんか、熱海からいらしたみたいで。えー、ええー、いやいやいや、ちょっと、ちょっとす,すぐ追っかけて、でもちょっと買い物にすぐ、向井さんが出かけるところだったんで、ちょっと追っかけてと、言行ったのですが、まあ、結局、買い物行っても見つからず、買い物行って帰って,帰ってたんだよね、あなたね。いなかったで。で、も僕はみんな、うんもう、で、僕、今度は入れ替わりに僕がこうやって、あの、出て行きました。えー、ま、メールを打って、まだ電車に乗っちゃいましたかっていうような、どっかこの辺にいらっしゃいますかってなってこと、既読にならないので、ま、あともかく降りて走っていきました。<laughs> そしたら、あの、コーヒー飲んでたのね。で、ちょうど、あの、終わってお金払って出てくれると、あの、牧田さんですよねって話をして、あらみたいな。あの、初めてじゃないので、でもちょっと、ああみたいな話になって、で実際、実はこうこう,こう,こう今、病院でこう言われてきたんですよ、みたいなえー、なんだろうな。途端に、えー、マキ田さんの目が真っ赤になりました。そして、僕、だからマキ田さんと一緒に何かやりたいというう思ってました、って話をして。で、まあ、できれば、 そのあ、何かやりたいんだ、とそういうふうに僕らこれからの日々を埋めていきたいというようなことを言ったのかな。そしたら、ミスさんが、全部私の空いてるスケジュールを送りますやりましょうというふうに言ってくださいました。今、パワーを、パワーを送るからねと言って、両手をこうやってかざし、僕にかざして、笑顔で、あの、僕にパワーを送ってくれたわけであります。なんかね、すごく元気になったんですよ。 これでなんか全然大丈夫のような気がしてきました。で、え、分ぶん、メさ明日か明後日かしあさっか、あたりぐらいにもう一度来ますと言って来てくださいました。で、なんか誰かにここいいよって言われてきたって言ったんだよね。で誰かよくわかんないんだけど、もしかすると今度、今多分ん川口真由美さんなのかもしれない。あの、エコルマであのコンサートをやる。彼女にそう言われてきたのではないかなと思われます。多分 あその時にねあの「まだ時間ありますか?」って,っていいごめんなさいこれから、えーえーえー、と国会前でスタンディングに行くんです」みたいなだからちょっと行かなきゃいけないんででガサガサとですね沖縄土産を出しまして沖縄の油味噌を出して2つぐらい「あのお土産です」あのどうせ今日はこんな天気だしスタンディングに行ってもほとんど人がいないと思うのでそこで配ろうと思ったんですけど多分配る人がいないのでもらってください」という,うまあそれか彼女は。 あの沖縄でなんか要するにどっか辺野古かなんか行ってたんだな。で、確か川口さんも行ってたので、そこであったんではないかなというふうに、川口さん、その前にちょっと一回来てくださってましたから、そこであそこいいよっていうふうに言ってくれたのではないかなというふうに思います。で、彼女はだから、えー、熱海に住んでるんで、それで国会前のスタンディングに行く途中、立ち寄ってくれたんだというふうに思います。からで来月も 1> あ「1月もあ沖縄に行ってきます」「いても立ってもいられないのです」というふうにおっしゃってそれでその資料館をずっと眺めててそこの思いに私も感動しました「僕も私も同じ思いだ」「いても立ってもいられないんです」というふうに牧瀬さん「本当にかっこいい女性です」えー「堂々と私はストリッパーです」という素敵な女性でありますが彼女ときっと何かできるまたすぐ来てくれます、えー、なんか 元気が出そうな気がしています。で、その夜か美作ちゃんが来てくれました。えー、んーなんとかな。美作ちゃん打ち乱中ですが、そのんもう何回目かな。ま資料館来て、あの。 まあ、ち,ち,ゃんとちゃんとこうやってずっと読んでくれてるんで何も特に説明をしなかった昨日,昨,日昨日だよね昨日は彼女に彼女にその資料館のこここういうことがあったんだよこうなんだよという話をちょっと詳しく話をしました何ていうかなうんそして僕はあなたにこの絵こをこういうことがあったんだよってことを託したいんだよって話をしましたきっと多分彼女はしっかりと受け止めてくれたんではないかなというふうに思うし どこかでそのことをきちんとその何だろうな声高にその何かを言うわけではないけれどもそういう思いをきっとしまい込んでい、えー、ってくれるんだろうというふうに思っています。僕は、えー、分かりませんどのくらいな時間が残されているのか分かりませんがこの思いを,を伝え続けなければならない。 そのために何とかしなければならないというふうにずっと思っています。えまあ、あの、死ぬ死ぬ詐欺というふうに言いましたが、えー、というわけで、結構な方が来てくれています。今なんかでポケットの中で電話がビービビになってますが、まあいいです、ほっときます。<laughs> で、えー、なんとかいろんな人が来ても、本当にいろんな人が来てくれております。まあ、まあ、死の工事、自民党の彼も来ました。なんか明日 えー、次の日、えー、議会で質問だというのに、死ぬ死ぬって言われたら来,来ないわけにいかないじゃないかと、やってきました。で、とりあえず、あ、これ言わない方がいいんそれで、えー、っと、明日かな明日かなんかに、もう一度ゆっくり話を聞きに来るよ。ちゃんと教えてって来てくれるんだというふうに思います。えー、自民党の議員他に来ないの、連れて来ないのし、しばし彼は考えまして、う 来ねえな <laughs>。というふうに言っておりました。えー、それから、岡村慎、共産党の岡村新君も来ました。うん。あ彼は、あの、彼はわかりませんが、まあ、来いと言うときます <laughs>。来いと言わなければ来ない <laughs>。でも、それでもまあ、2回目、また来ますと言って。で、えー、ちょっと、共産党の議員連れてきなよ。特に女性議員という,う言いました。うん、来ないな <laughs>。多分、自民党よりも可能性は低いと思います。えー、僕、嫌われてもる。 というようなことでまあ他にもあんまり言わないほうがいいんだろうね言わないほうがいいでしょう多分次回出そうな保守系の方々もいらっしゃったりねはい言わないほうがいいねえいうう方々が来てくださっているわけでございますありがとうございますまあ来ない人のことを数え上げればきりがないのでそれも言わないことにするわけでありますが で、今日ね、何を喋ろうかというふうに実は思っていたんですけれども、いろいろあるんですが、どうしようかな。このことは喋れなければいけないのだけれども、どっから喋るかな。これはこの時間か。うーん、国際、沖縄と国際人権法、あのね、ちょっと沖縄資料館などというものをやっていますとですね、あっちこっちからですね、こんな本が出ましたって、新しい本を届けてくださる方がいて、今までこんなことなかったのに。 まあ、あのー死ぬ、死ぬ、死ぬぞ死ぬぞと言って、えー、あ地獄のように、その穴を掘って待ってると、その怒ってくる蟻がいくつもいるわけで、それが、その新しい本を持ってきたり、来てくださったりなんかするわけですよね。なんだよ、この後に読んでもうまたこの本を読まなければいけないのか。でもね、僕多分ここ、何年間、で、ももこの新しい本を読みたがっている自分がいます。不思議だなでもこれを、つまり新しいことを読んで、 今,今やっているその僕日々資料館の内容が更新されていき新しい発見があってそしてその,そのことを積み重ねていっているそのためには最も今新しい知見を僕頭の中に入れてそしてそれを今ある資料館のをらに構築するためにそれが必要なことだというふうに思っているのでどうしても読みたいというふうに思っているのがいくつか何冊も届いてきているんですけれどもその中にちょっとこんな本が出たんですよというその。 公文権という、あの、出版社の方が、これを持ってきてくださいました。沖縄と国際人権法という、あの、女性が書かれた本でありますが。えっと、誰が書かれたの?。うん。と。どこどこにえー。安倍愛さんという女性であります。えっ、ー、と、琉球大学客員研究。 教員で京都大学法学部の卒業後に2002年に NHK に入,入局してディレクターとして、えーえー、番組の制作を行っていらっしゃったということでありますまあいろいろおやりになっているんですがこの本どうしても2章を読んでという部分どういうことかと言いますと琉球沖縄の人々の自己決定権という章でありますあのー、どっから話せばいいのかな例えばその地位協定がうんぬん つまり、えー、憲法があって基本的な人権が認められているにもかかわらず要するに沖縄の基本的なそういう人権はぐちゃぐちゃにされてるんじゃないかというような、えーまあ、主張に対して、えー、国は、うん、行政はというかな国家はいやそれは国際法もちろん憲法の中に国際法を遵守するという項目があるわけでありますが、えー、でそれを縦にいい「いいや。 えー、その安全保障条約地位協定の方が優先するんだというようなことをお、まあ、主張をしてやってきた、えー、地方議会のお与党の人たちも基本的にはそれになぞって、えー、いるわけでありますむしろそんな、えー、国政の話はするななどというふうにおっしゃる方々もいらっしゃるようでありますでそうなんですが あの、日本は、あの、この、なんつうのかあの、えー、先住民の、先住民の権利を保障しなければいけないという国連の条約に批准をしています。あの、ね。で、あの、どういうものかっていうと、その、例えば、そ,それともう一つ、沖縄は、 沖縄に住んでいる沖縄の人たちは沖縄の先住民であるということも国連で、えー、決め、決めた、決めたというかそういうふうに認定されているわけであります。つまり沖縄の人たちが県民、えー、投票をやって、えー、辺野古に基地は作りたくないのですというふうに言えば、それを守らなければいけない。それが先住民の権利を保障するということだということなんです。それに批准をしているわけであります。で、 でもそれが、じゃあ、地位協定みたいなものと、どういうふうに、どっちの方が強いのか、法的根拠は何かというようなことをちょっと調べてもらいました、つまりその辺の詰めが甘いんだよね、で、するってとですねこんなことが分かってきました、えー、国連のこの先住民の権利のを,を守るという、この条例には3段階ある、1段階はおっしゃる通り、そうですね。 え、先住民の権利は守りましょうというのが第一段階です。で、第二段階は、それを個人が、もしそれに違反をしていたら、訴えることができるというのが第二段であります。そして第三段は、それでその訴えた結果、認められなかった場合は、国際の、国際裁判所にそれを訴えるって、訴えることができるという三段階になっています。ところが、日本は、 実はこの第一段階しかまだ批准をしていないのです。国連からやいのやいの言われてます。それはおかしい。第,二第三を批准しなさい。でもそれは何も、それに対しては反応を示さないというかな。批准をしないわけであります。で、なんとなくね、この、えー、先住民の権利を守るというようなことを批准したというようなことは、まあ、どのくらいの人が知ってるかわかんないけど、ちょっとその,意あの、そういうことを意識して、えー、ニュースを聞いてるような人たちには、まあ、 知っていること,ですところがところがですその第二段階第三段階を批准していないなどということは多分ほとんどの人は知らない僕も僕も全然知らなかったんですでつまり速攻を問わなければいけないのかもしれないだけれども問う若者もいないわけでありますでその何んつうかなある一種のごまかしみたいなもんです えー、そもそもそれはそういうもんだよねというけど具体は知らんよというふうにものすごい横暴ではないかなというふうに僕は思うのでありますがそういう一つ一つの具体を積み重ねていくことによって社会を見るということをしていかないしていかないから、えー、一時が万事であります国もそうだし地方議会もそういうことになるわけであります。 どんな応募が地方議会で行われてい,ていたとしても関心がないということになります。それでいいのかね本当にそれでいいんでしょうかそれは主義主張の問題ではありません。手順の問題です、えー。守らなければいけないルールを守らない。それは右だろうが左だろうがやってはいけないことなのではないでしょうかというふうに僕は思って そんな話もまあちょっとあっさりちょっとあっさりだけどしたいなと思ってしちゃいました、えー、それからですねえー、っとおどうしようかなもう一つですねちょっと、まあ、これこっちやると、まあ、これ最後だねでやれるか、まあ、いろいろ届いたものの中にですね、えーっと 東京都の認定大道勉強を持ってる大,大道芸の方がいらっしゃってあの方はなんかパーカッションとかいろんな機能あれとかってやってらっしゃる方であります、えー、その方が、えー、来てちょっといろんな話をして今度資料持ってきますよって持ってきてくれてでもこれまで3回,、まあ、3回目ぐらいこの来てくださっている方がいますその方があ持ってきてくださった資料沖縄文化研究 えー、法政大学の沖縄文化研究所編というところの、えー、国吉、えー、これな、え、慶さんというのかな、えー、という方がお書きになった文章であります。米国の沖縄統治と影の軍団という文章なんです。ちょっとね、まあ、びっくりしました。びっくりしました。どこ読めばいいのつまり、どういうことかということ、えー、まあ、そうだな。実は、えっ、ー、とね、えー、沖縄統治、これ何年から何年まで、 ええー、まあえっ、ー、とたぶ1968年ぐらいからかな74年までぐらいの間にあったんだと確かそうなの、えー、陸軍米陸軍第7心理作戦軍という、えー、グループでありますでどういうことをやっていたかというとでありますねつまりプロパガンダですあのー 民衆の心をいろいろ操作するという秘密なグループでありましたでちょっとねどういうことをやってたのか、えっと、ごめんね今ちょっときちんとどことかメモしてきてないのでいけないんですが「住民の反米反基地感情を和らげる方法の一つとして文芸の奨励と観光の振興策に最大の力を入れていた」 PSYOP って言うんですけど、グループ、GP、なんだっけサイコロジカル・オペレーション・グループっていうの,かなのがは、高等弁務官支援のために編集、印刷していた沖縄住民向けの高等弁務官、弁務副広報誌、司令の光、見たことあるんだよな,な、昔の。 司令の光あるいは米国民政府の機関紙「今日の琉球」えず、ー、も無料配布の、まあ、フリーペーパーみたいなもので文芸と観光を取り上げては最大限に紹介するように指示されていたというのでありますでに、まあ、これ偽札作ったりとかですね、えー、デマを流したりとかですね、えー、そういうようなことを、うん、おやっていた。で 米軍本国もその実態がよくわからないというようなものであったというようなことが確か、えー、沖縄第百科事典のこの項目に出てまいります。まあ、そのこういう目があるなんていうものをもよく知らなかった、わか,ら,んか知らなかったんですけど確かに書かれていたわけであります。で、そのすごく引っかかったことがこの先にありました。というか僕も実はずっと となんとなくその感じていた部分でありますつまり沖縄基地反対とかっていうようなことを言う人たちはなかなか琉球舞踊だとか三線だとか古典芸能みたいなものの沖縄の芸能には興味を示さない一方でただ一方でだから僕がそういうものを知らなければ本当の沖縄わかりませんよってずっと言い続けてそういうことをやってきたわけでありますでも一方でですね そういうい琉球舞踊とか三線などをやっている方々はまあまあ外して、えー、沖縄の基地の問題とかその政治的な問題に関心を示さないなというふうには思っていたのです。えー、それはどうしたもんかなというふうに思っていたのですがここに気になる記述が えー、見つけてちょっと愕然をしたのでありますえー、っとですねどこここだ「文芸」特に伝統芸能の奨励に重点を置いていた PSYOP の分析によると「文芸」特に伝統芸能愛好者は急激な社会変革を好まない。 政治的にも無関心層に属し外して保守的傾向の考え方をしているイデオロギーも極めて穏健で人格的にも温厚。政治的にも中立化保守政党を支持しているしたがってそういう人たちは米国の施策を批判したり攻撃するような過激な政治団体や反米グループの秩序を乱す言動とか行動には そういうものには左右されないのだというふうにその影の軍団心理作戦軍のは判断していたというのであります。ええそこまできっちり彼らは分析をしてで考えてみれば1972年です確か3年かな組踊りがあに日本の国宝に認定されるのもその年であります。 以後、皇族が琉球病を踊ったりとかですね、えー、国立劇場で琉球病や組踊りの公演がやると必ず皇族が見に来るわけであります。お客さんのほとんどはうちなんちゅう。で、よほどその沖縄のことを詳しい、芸能に詳しい山和の人たちもいるわけでありますが、その人たちは立ち上がって、えーえー、そのご来賓の方に向かって拍手をするという光景を僕は何度も何度も見てきました。 まあそれがいいとか悪いとか言うつもりはないのですけれども何とも言えない違和感をずっと感じてきたのですそれがこのことともしも結びついているのだとするとなんか僕は今まで一体何をしてきたんだろうここでというふうな思いに駆られていますうん僕はその力舞踊とかそういうようなことを まあ、要するに、まあ、映画祭もそうなんですけれども過激に憎地反対とかって言っていることでは何も解決しない何もわからないというつもりでやってきていましたでも僕はもしかするとそうすることによって反対だと思っている人たちの規制を削いできたのではないか結果的にそういう体制に対して反旗を翻そうという人たち の邪魔をしてきたんじゃないのかということをこの後に及んで考え始めてしまったのであります僕はここから先どうしようかということをいろいろと考えています考えていてそして当時のちょっと過激な本を 引っ張りりり出ししてて読んだりなんだなかしているわけであります、まあ、ち,ょっとちょっとそこの余談に,はあの余談になるんですけど、あのー、8月15夜の茶屋という映画がありますマーロン・ブランドが、えー、沖縄の通訳の沖縄人の役をやって、えー、で当時、えー、終戦直後、えー、米軍がやってきて、えー、沖縄のある村に来てそこに民主主義を根付かせようとする、えー、あの米軍 米軍とその村のの人たちの間にもう、ことごとく、美術ゴ義を根付かせようとすると失敗するという、もう、往復絶トの悲劇見ても、大馬鹿、もう馬鹿らしい映画でありますが、それまた見てたんだよね、これまた見たいという人がいたびっくりしました。その中で、一番最初に、その、そこにやってくる証拠が、おお、どこから来たというようなセリフの中に、 心理体から配属されてきたのかというようなセリフが何回か出てくるんです。僕は何にも知らなかった。でもそれを改めて見て、ええー、というふうに思ったわけであります。 で、この、えー、この資料を持ってきてくださった、その大道芸の方も、ちょっとさ、今日、たまたまその来てたから、今日や、これから映画やるんだけど見てかない実はこれと関係するんだよって話をして、見たら、いや、いいタイミングで来た。その上知らなかった。というような話をして、えー、いや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 、ちょっとびっくりしました。みたいな。なんというタイミングなんでしょう。みたいなことでお帰りになったわけであります。まあ、それちょっと余談なんですが、 だから、この、ここまで来て、あの、資料館をいろんな風にやって、どん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 進化をしています。え、いろんな人が見に来ても、いやもうちょっと本当につまい。まあ、ちょっといろいろ言いたいことあるんですけど、それはまあ、まだ、そう、こっから先のは、ちょっと、面白い話は、来週、美咲ちゃんが来てくれるので、美咲ちゃんがいるときに楽しい話はしようかなという,うでそれは来週のお楽しみということにいたしまして、今日は、その、さっき言った、ちょっと、 その僕は棘を抜くことばかりをしてきたのかもしれないそれいいかどうかどうなんだろうというふうに思い始めた自分がいるそのそこでちょっとですねある奮い立たせようというふうに思ってえもう時間ないな大丈夫かな「あのね戻しにか,からんぬ」という映画をありましたそれは 十8年かな。2.4ゼネスト。全軍牢のストライキです。えー、つまり、えー、沖縄で、えー軍、米軍で働いている人たちのストライキが、まあ、これは結局回避されるわけでありますから、その頃の話、そこに、まあ、その日本からもたくさんの,その支援者が行って、えー、そこに大激大会がの、 を開く要するにそのストライキは回避されたけれどもというようなところに行く人たちのことを、まあ、ちょっと皮にるような映画であります、えー、要するにそこに行った運動をしている人たちがですね、えー、実は、えーあのえー、吉原、えー、小座の吉原に行って女遊びをしているとかですねいうようなことをこうそのインタビューで答えさせるみたいなそして出てくる主人公はそこで働いている いわゆる体を追って働いているこのインタビューが中心になるというような映画であります。本当にドキュメンタリー,ドキュメンタリーらしいドキュメンタリーでありますが、ちょっと今日シナリオを持ってきたんですが、それ読んでる暇がないので、それに対する竹、ねえー、永朗という人です。という人の文章をちょっといくつかあ紹介してみたいというふうに思うわけであります。えー、どの辺かいいですかね。 あのー、やら長病。あ東大っていう店がある栄境町に。<laughs> あの、もともと売春屋、売春町でした。そこに、あの、坂栄町ね、今ちょっと面白い、あのーお、オーバーラッパーズとかいるところ。あそこに東大っていう店があってね、それがね、その店主が殺されたっていう店が、つい最近、あったんですが、その話が出てますか。その境町に、売春の、売春宿に東大という店がある。なぜか、 本土の最高楽譜と同じ看板をかけているが、これ、それ以下出てくるものは、えー、豚小屋のごとき、見事に汚い食い物屋なのである。午前1時、この町の酔いの口なのに、青森を注文すると、ばあさんが声を潜めて、合図したら、早く隠してくださいよ、という。復帰の前にして、取り締まりが急にやかましくなった。0時以降、酒を売ると容赦なく営業停止、商婦たちも街頭での客引きはビシビシ検挙される。 清く正しく美しく本土から軽蔑されない立派な沖縄を作りましょう。やら革新政府。目下、新生活、うんえ、新生活運動を繰り広げちょる。というふうに書いてあります。環境を浄化しよう。公助と領族を打ち立てよう。はあ、冗談じゃない。勝婦たちを特殊婦人と呼ぶ衛生革新政府である。そのお辱に,によって、え、え根幹を立たさず。ただ、 狂犬を持って臭いものには蓋、元心かからんぬの貧しい庶民の生活権を奪おうとする。イエス・キリストじゃないが、何時ら罪なき者のみ、この女を石もて打て、血がない食い物屋のばあさん弾圧して何が確信だ。五ドルで春を売る女たちから生きる権利を、家庭を養う稼ぎの道を奪うことが民主的な平和な沖縄を作る政治であるのか、というような文章を彼は、 書いているわけでありますなんていうかなヤラ町病さんですこの後最後の琉球政府の主席そして最初の沖縄県知事になる方であります彼の中にはいろんなことがあってそこへこぎつけたという面があるわけですがそれをその休断する人たちがいたまあ言ってみれば うん、まあ全共闘の人たちだねあの,、えー、あの共産党よりもさらに左の人たちということになりますでこの辺がいつかお話できればいいと思うんですけど教職員組合の運動を彼は平、えー、竹長郎は、えー、極めて批判をしていたりなんかします甘っちょろいというふうにつまり彼とすれば沖縄は独立すべきだあんな日本に帰るべきではない というふうに彼は主張をしているわけでありますそして、えー、それはまあ元しにかからぬのそのここに、えー、これはですね伝説の映画集団 NDU というところが元しにかからぬのを作ったんですけれどもそれのちょっとパンフレットみたいなものがあります、えー、ここにねやっぱりその 当時これも面白いね1976年に広川隆一に騙されてパレスチナに連れて行かれて以来みたいな重 <laughs> なこと84年頃までパレスチナのことしか考えなかったみたいなそれで PLO パレスチナ解放機構と一緒にこう行動をする与同号事件とも関わっているのかもしれませんあるいは赤軍などというものもそんなようなある意味集団でありますうーん まあまあ僕はこれがいいというふうに言うわけではないつまり論理的秘訣みたいなことを論理で論理で考えていった時にはうんその日本に復帰するということは一体どういうことなのかでこれをでも彼らの言うことが正しいいいんだというふうに言っちゃうとそうするとアメリカがやってきたことアメリカがその 沖縄の民衆の運動を弾圧してきたことを下手すると良しとすることになってしまう。ただ、ただです。この、今過激なこの人たちが批判をしていた、え沖縄教職員組合、まるで、あの、彼らは共産主義者たちだ、というふうに言っていた。あの、要するに、アメリカ軍は、え沖縄教職員組合の人たちをそういうふうに呼んでいた。でも、この、 もっと過激な彼にしてみれば、それはそうじゃない。何のことはない。プチブルジア。要するに、えー、日本の,あのブルジュアジーの仲間でしかないというふうに真逆の批判をするわけです。僕はこの狭間の中で、いや、僕は何もここへ立ち返るなんてこれっぽっちも持ってないんだけど、もう一回このことを自分に問いかけながら、どこへ向かわなければいけないのか、ということを、 ひたすらに考えなければいけないんじゃないのかなというふうに思っています。今本当に取り留めない、えー、もう全然取り留めない、何を言い出したのみたいな話になっちゃってます。で、一昨日だっけな、ね、昨日、一昨日だな、その前と八島監督、辺野古賞という,う映画を撮った、えー、あまりにも辺野古のことが。 基地反対、基地反対ばかり報道されるので、自分の目で確かめようと言って、一年間学校、大学を休学して、辺野古に住んで、辺野古を取り続けた監督さんであります。えー、むしろその映画は、ネトウヨに喜ばれる自分で言ってますが、ね、えー、ネトウヨに喜ばれた映画です、みたいなことを言います。で、彼が、えー、来てくれて、僕が語る話を、えー、資料館の説明をする話を、二日間にわたってですね、全部で8時間くらいかな、ね、っ持ったのかなを、取ってくれました。 で、彼、多分、編集をしてくれるんじゃないかな、というふうに思っています。まあ、どういう形になるのか分かりませんが、それを YouTube でも公開できれば、というふうに思っています。でも、もう一回来てくれ、って言っているのは、そこで終わりじゃない。一応そこまで終わって、もやもやして、この段階から、そのさらに、さらにもう一つ、僕は階段を上るんだか降りるんだか、壁を開けるんだか、しなければいけない。というか、死ぬまでそれをやり続けなければいけない、というふうに思っています。 えー、だからまた八島君に来て続きを取ってもらおうというふうに思っているわけであります。で、えーまあ、もう流し始めてくださって結構でございますがここで「えー、木梨昭吉」ちょっと前奏が長いんで <laughs>、えー、ちょっとそれを前奏聴きながら喋りたいというふうに思いますが「えー、花」を聴いていただこうというふうに思っています。えー、ここののの曲というのはこの、えー 竹中朗はですね最後に、まあ、全身全身に入れ墨を入れたりなんかするんですけれども、えー、彼は最後に、えー、全身にがんが転移して、えー、そして死んでいくわけでありますで彼はその死に行く病室で、えー、最後までこの木名正吉の「花を聴きながら涙を流しながら死んでいった」というエピソードがあります今日は その花を聴きながらあお別れしたいというふうに思います、えー、とりともない話最後まで聞いてくださってありがとうございますまた来週は美咲ちゃんが来るんでもう少し穏やかにというふうに思っていますありがとうございました